違うんだよ。謝罪はしました。でそれは分かって、あと何か言うことがあれば話し合いって、そうだから、うん、で解散はちょっと早いと思うよ。うん、言いたいこと多分まだあるだろうし、もうないならもういいんだけどね。ちょっと待とうよ。うん、せっかく話し合いに来たし、美香ちゃんもね来てくれたし、ゆうさん、これで充電できないの？できるよ。充電させて。まあコメントは気にしなくてもいいんですよ。うん、ところで私の気持ちが一瞬で楽になって、うん、そのね、今まで会ったことがないよ、うん、なかったかのようにできるかって言われたらそうではないし、うん、じゃあちょっとあの話をちょっと変えるんだけど、あの土下座はネタなんですか？ネタじゃないよ、今配信外でやってもいい。あの侍じゃないから切腹は正直できない、うん、現代の社会において一番誠意見せるのは土下座だと思うから、うん、待って、うん、食べて、待って、現代の社会において、うん、まあ土下座が一番あれじゃないかなと、うんうん、まあお腹ですよ。お腹触っていい？ん？お腹ちょっと触ってみていい？おっと、これは今は付き合ってる？今はまだ付き合ってるよね。付き合ってる？まだ付き合ってるよね。あの土下座は、土下座はなんだっけ、ヤシオに行って、うん、私と付き合ってるのに、うん、なんだっけ、勝手に決断をしたことに対しての土下座だよね。あ、そういうことか、うん、子供を選んだことを、そう子供、くるちゃんと子供はセットでしょ、うん、と私で、うん、子供が大事だからくるちゃんを選んだわけでしょ、うん、そのことに対しての謝罪でしょ、うんうん、で私は、うん、アパホテルに置き去りにされて、うん、で朝チェックアウトが11時だったから、うん、11時になって一人で悲しく帰ったわけですよ。わかる、うん、この私の気持ち、うん、ごめん、はい、楽しかったよ、うん、うん、ごめんね、うん、うん、まあ朝ちょっとギリギリまで、その向かって途中までちょっと配信見たけど、うん、ちょっと途中で寝落ちしちゃって、うんうん、まあ話し合いの時で配信つけてたの？2人で今話し合いの時って、まあつけてて、うん、まあ一応まあ子供をね、うん、選ぶっていうことで、うん、まあもう寝て、うん、で産婦人科に行って、うん、起きてね、うん、でまあ産婦人科に行ったらまあ本当に赤ちゃんがいたから、うん、でご飯食べてきたんだけど、うん、だから子供を選ぶってことは、うん、美沙ちゃんと別れるっていう
ことなのかなと思ったんだけど、うん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 、まあ、今付き合ってるってことはまだ納得してないっていう、うんうん、だから納得するまで話そう、うん、いや触ってないよ、触ってないですよ、うん、今やめたって正直このここの 手の上にこう置いてたんだよ、うん、ここ手を置くとこだからね、いやこれの俺のここの上にこう置いてただけ、うん、だまだね彼女不安定だね、うん、不安定だから、うん、うん、こうやったね、だから納得、どうしたら納得してくれるのか、あ、虫がいるよ、うん、本当だ、納得、私の俺がちょっと切り口を変えてみるけど、うん、あの、うん、あ、やばい、俺ってバツ2であって、うん、あの例えば、うん、美沙ちゃんと付き合うになったとしても、うん、子供の養育費を二十歳まで払い続けるという、うん、もうお荷物な男なわけです、うんうん、で配信をしてるプラス配信をしてて、うん、まあクソみたいなことを喋ったりとか、うん、だから一般的に考えて、うん、そんな魅力的な男ではないと思うんだけど、うんうんうん、だから俺みたいな、うん、こんなゴミクズはとっとと捨てて、うん、美沙ちゃんって綺麗だし、うん、スタイルもいいし、お金も持ってるし、うん、俺みたいな底辺の男なんかじゃなくて、うん、もっと立派な男がいると思う、うん、それは私もそう思う、そう思う、うん、それは来るに対しても一緒のことなんだけど、うん、どの女の子に対しても一緒なんだけど、うん、来るは子供ができてしまったから、うん、俺みたいな父親、俺みたいな男でも父親には変わりがないから、うん、多分来るは一緒になりたいんだと思う、うんうんうん、まあ子供にはね父親が必要だからね、うん、うん、分かるよ、うん、そうだからね、もう子供がいる、子供ができてしまったからにはもうしょうがないからね、私が身を引くしか、うん、だしあのぶっちゃけ昨日も、昨日すごくつらかった。で、今日も、うんうん、さっき電話かかってきたよね。誰から、うん、電話かけてきたよね、あの産婦人科に行ってる時に。ああ、うん。なんでちょっとずつ動かすの？いや、これが。そうなの？うん。バランスが悪いんだよ。角度の問題で、だから角度を変えたらずれて倒れそうになっちゃうんだよ、これ今、はい、それで、うん、でそれでまあプツプツしてる、してないでしょ、彼氏？違うわ。誰？誰でもいいでしょ。誰でもいいって男だよね。
別に関係なくない？関係なくないって、もともと男いたんじゃない？いないですよ。じゃあ誰か見して。男じゃない？男でも女でもどっちでもいいでしょ。どっちでもいいけど、うん、俺が来るまでの間は付き合ってたってことは、うん、男と連絡取ってたらダメだよね、うん、え、なんでダメなの？地元の男友達とか、あ、だって浩平くんだって女の子と LINE 電話したりするでしょ。あ、まあそうだ。さっきだってやましいことないの？うん、まあ、全くない。そうだろ。いや、ここで